皆さんこんばんは、 MK です。今回はツックンを使ったすり抜けバグを紹介したいと思います。まずここがどこにあるのかと言いますと、海の国のここですね、ゴロゴロ谷ふもとというところから来ると近いと思います。それでは早速やっていきましょう。まずはこのツックンをキャプチャーして花火爆弾をついていきます。そしてこの大きなブロックを壊していくミニステージなんですが、一番最後のあの白い足場ですね、あそこをうまく使ってすり抜けバグをやっていきたいと思います。この下にあるブロックは2段階で完全に壊れるようになってるんですが、はい、まずは1段階壊しておいてこの下に入ります。そしてもう1段階花火爆弾で壊せるといいんですが、ここにいるとねつけないんですよ。なので前回私が動画で紹介したこの方法を使っていきます。この方法ね、補足するとこれある程度の回数叩くと壊すことができるらしいです。なのでここの下にいる状態である程度の回数こいつをついていきましょう。そして一つコツなんですが、ツッくんがなるべく足場の奥の方ですね、奥の方にいるようにしてやると成功率が高いです。それでは引き続きやっていきましょう。はい、もうそろそろ壊れると思うんですが、奥の方にいてついていきます。そうするとはい、こういう感じでブロックが壊れて一番上の足場が落ちてくるんですが、なぜかツッくんの状態だと潰れないんですよね。これ多分ね、普通にやったらゲームオーバーだと思うんですけど、なぜかここだけなんですかね、潰れないんですよ。そして中にいる状態でこういう感じで普通にアクションしたりすることができます。ただね、この足場の外に出ちゃうともう戻ってこれないので、そこだけは注意してください。ここにいるとジャンプとかキャプチャー解除も多分ちょっと厳しいですね。この中で動き回ることはできるんですが、まあ狭いのでこれ以上何か検証したりということはできなそうです。まあキャプチャー解除してみますか。多分ね、キャプチャー解除した反動でですよね、出ちゃいますよねということで、はい、今回はツックンを使ったすり抜けバグを一つ紹介しました。こういう感じで試せる場所が他にもあればいいんですが、ちょっと見当たらなかったので今回はここだけでの検証になります。今回の動画はここまでなんですが、先日任天堂ラボの実況を始めました。かなり楽しくやっているのでぜひご覧ください。ということで、チャンネル登録がまだの方はぜひぜひよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。